ゼータガンダムの終盤、カマーン率いるアクシズ退却、名称をネオジオンに変更、ティターンズ崩壊、ティターンズと英雄語の内輪揉めで地球連邦軍が弱体化、ネオジオンが英雄語に協力した見返りにサイド3を手に入れる、アーガマの修理のためにサイド1へ向かいます。カマーンは地球連邦が弱ってる隙をついてジオン再興を企みます。ネオジオンに協力するように各コロニーへ部隊を派遣します。サイド1のコロニーシャングリラ、負傷者は病院へ搬送、アーガマを修理しようとしましたがネオジオンが来たために修理どころではなくなりました。主人公ジュドーたちと茶番が繰り広げられます。ドック艦のラビアンローズからルール化がやってきます。以降ヤザンの消息不明、面白いキャラだったのに残念。ラビアンローズへ向かいます。ルーが先にラビアンローズへ、ラビアンローズを目指してたルーが道に迷う、ルーが捕まってしまいます。再びルーが先にラビアンローズへ、マシュマーが役立たずなのでお目付け役としてキャラスーンが送り込まれる。ビーチャたちの裏切りでゴットンがアーガマへ潜入、しかしあっさり捕まる。ファーも応援へ駆けつける。ファーが離脱、カミーユの元へ。ルーが新しいコアファイターを持ってくる。捕まってたゴッドンが脱出。ダブルゼータガンダム投入。マシュマーが降格処分。キャラスーンが新しい艦長に。マシュマーふてくされて離脱。兄の勝手な行動の責任を取ってリーナが出撃。リーナが連れて行かれてしまいます。暗礁中域の謎のコロニーへ連れ込まれます。フレミーが新型戦艦ミンドラを持ってきます。謎のコロニームーンムーン、光族といろいろ揉めます。
ムーンムーンから脱出。エンドラを壊してしまったゴットンはミンドラに拾ってもらう。エウーゴの輸送船が捕まってしまいます。ゴットンがアーガマを盗もうと企てます。輸送船を利用して近づきます。アーガマダッシュ失敗。ジュドーはリーナを救出に単独でアクシズへ向かう。ネオジオン軍、地球へ侵略開始。またまたリーナ救出失敗。ネオジオン艦隊集結中。アーガマはグラナダへ向かいます。泣き虫セシリアにアーガマに爆弾を仕掛けるよう依頼します。キャラ脱走。ゴットン死亡。アーガマは地球防衛に向かいます。ジオンの生き残り部隊がダカールの連邦議会制圧。ネオジオン艦隊到着。一方、ダカールから南に約400キロ地点。アーガマ到着。
アーガマはカラバ軍と一緒にダカール攻撃するために歩調を合わせる。モビルスーツ部隊が先行、ダカールを目指します。ロンメル部隊と交戦。アーガマ退却。アーガマはエルゴレアの基地へ向かいます。ハマーンは旧キターンズのキリマンジャロ基地を征服しに行きます。グレミーはアーガマを追います。グレミー置いてきぼり。青の部隊と遭遇、いろいろ揉めます。その頃ハマーンはキリマンジャロ基地制圧。オーギュストはサンドラに乗ってたはずですが、いつの間にかミンドラに乗り換えてます。サンドラはサイコガンダムを取りに行ったことにしときます。アーガマは一足先にメルリル湖畔で補給。青の部隊編終わり。ガンダムチームはメルリル湖で海水浴。アーガマ襲撃。オーギュスト死亡。再びキリマンジャロ。サイコガンダムをグレミーの元へ送る。その後ミンドラ行方不明、宇宙に行ったことにしときます。アーガマはノルウェーに向かう予定でしたが、ダブリンに寄り道します。ダブリン到着。カミーユとファーに出会います。ノルウェー基地を目指しますが、ネオジオンがダブリンにコロニーを落とすとの情報を得ます。カミーユとファーをグラスゴーに降ろします。市民救出のためにダブリンへ戻ります。ダブリン市民を救助。ハヤト死亡。
軟化 LP プルあっさり脂肪。ノルウェーのカラバ軍基地へ、コロニー落としを成功させたハマーンが宇宙へ飛び立つ。樹洞たちもハマーンを追い宇宙へ。アーガマはカラバ軍へプレゼント。ダカールでは死んだと思われてたリーナとセイラさんの姿が。樹洞ご一行はサイド4の暗礁空域を目指します。新しくネイルアーガマが運ばれてきます。久しぶりに登場のマシュマーはコロニー落としの指揮を取っていました。シンタとクムが宇宙空間に放り出される。ブライト自ら救助に向かいます。リーチャが新しく艦長に。サイド3を目指します。ブライトは多分グラナダへ移動。エマリーさんが艦長代理に。サイド3を目指すネイルアーガマ。ネオジオンに反発してサイド3から避難してきた民間船。ハマーンが紛れ込んでいました。民間人を降ろすためにサイド3の24番地コロニーへ向かいます。サイド3のコロニー、タイガーバウム。エロ市長のいる癖の強いコロニーです。いろいろトラブルがあります。ネオジオンの本拠地コア3へ戻ります。ネイルアーガマもコア3を目指します。コア3とキケロをドッキングする予定です。コア3とドッキングするという情報を聞きつけた樹洞たちがキケロへ侵入します。ネオジオンに酷使されている鉱山労働者たちは不満が募っています。久しぶりに現れたキャラスーンは労働者の監視役です。グレミーはネイルアーガマ制圧に向かいますと見せかけて密かにアクシズを目指します。労働者がジオンに対して反乱を起こします。隙をついてコア3に忍び込む樹洞。グレミー軍がハマーンに反旗を翻す。グレミーがアクシズ制圧。ハマーン軍とグレミー軍が交戦状態に。再び樹洞がコア3に侵入。ミネバザビ誘拐を目論むが失敗。